660HA36カップ2023開幕戦、恵比寿サーキット東コーススターティングリッドを紹介していきたいと思います。さあ見事ポールポジションを獲得、グリーンのゼッケンは1クラスです。ゼッケンは920 ARY レーシングモズアルトコ茂木大輝、そして2番グリッドスタート。さあブルーのラインが入ったこのマシンです。昨年のチャンピオンマシン、ゼッケンは83番、 ARYMSR モティーズアルト小松日高。さあそして2列目青いゼッケンがやってまいりました。2ペダルの2クラスになります。こちらも昨年のチャンピオンマシン、 ARY レーシング KMYAGS、 ゼッケン440、塩野力也。そして4番グリッドスタートになります。さあ白に白のホイールとなります。ゼッケンは888 AGR ドリオン36アルトアネチン。そして3列目5番グリッドスタートは1クラス、ゼッケン136杉谷良介。赤いマシンが並んでいます。6番グリッドスタートはゼッケン210番、岡部浩輝。続いて7番グリッドは2クラスです。ゼッケンは47、椎名栄一郎。続いて8番グリッドスタートはゼッケン8番2クラスのブルーゼッケン猪俣正樹。そして9番グリッドスタートはブルーのゼッケン2クラスです。ゼッケン575、高橋光平。続いて10番グリッドいきたいと思います。2クラス、ゼッケン361、高松正夫。続いて11番グリッドは1クラス、ゼッケン728、高橋直樹。そして12番グリッドになります。ブルーゼッケン2クラスです。ゼッケン169、菅原武史。13番グリッドはゼッケン596、田中翔馬。14番グリッドはゼッケン69、小林光一。15番グリッドはゼッケン9番、大森信正。16番グリッドはゼッケン983番、小熊聖子。さあまもなくスタート、前方のシグナルに注目。レッド点灯、ブラックアウト、今スタート。さあ1列目大きな動きはないか。さあ小松日高、2番グリッド小松日高がいいスタートを切っているようなそんな気がするんですが、さあまずは1コーナーホールショットは茂木大輝が持っていきます。さあ小松が2番手、しかし S 字に向かってはどうだ。ここは大きな変動はないんですが、さあトップグループは何台でしょうかね。今3番手あたりがだいぶこうラインがこうなくなるような感じがありましたが、さあそして今サイドバイサイドの立ち上がりで S 字から第1ヘアピンに向かっていきます。赤いマシンは岡部浩輝、岡部浩輝の後ろにはグリーンのマシンがいます。これは猪俣正樹ですね。さあ猪俣はこの660選手権の4クラス、まあ、スゴーラウンドの、ね、開幕戦で見事優勝がありました。ここもいい結果を、ね、残していきたい、そんなところでしょう。さあこの集団は今第2ヘアピンを抜けていきまして 100R へと向かっていきます。その後は最終コーナー、しかしこの差の方は、ね、大きな差は出ていないようです。最終コーナーへ向かっていくトップ2、そしてちょっと間を空けてその後ろ総合3番手以降というそういった集団に変わっています。さあトップ2はこれ茂木大輝と小松日高のバトルということになっているようです。さあ今 14% の上り勾配を上り切りまして、まもなくメインストレート。さあオープニングラップ、まずは茂木大輝が今トップで戻ってまいりました。さあ小松日高、負けられない戦い、そういった状況で今1コーナー向かっていきます。そしてアネチンのペースも悪くないですね。さあアネチンが単独の3番手、違うかこれ440号車、塩野だ、塩野が行って、そしてアネチンという順番になります。みんなね同じ白いのでねよく分かりませんね。さあ今第1ヘアピンを抜けていきましてトップ2、ああそしてここはアネチンが行ったか。第1ヘアピンの立ち上がり、アネチンがインサイドズバリとこう抜き去っていった、そんな感じがいたします。白いホイールだからおそらくねそうだと思います。さあ今第2ヘアピンを抜けていくのは茂木大輝と小松日高。さあその後方はおそらくこれ塩野力也のこの2クラスの車両、そしてその後ろの集団が3台ぐらいでもつれ合っているんですけども、さあここおそらくアネチンが一旦前に出ているような気がいたします。さあ最終コーナーを回りまして、2台そして1台そして4台の集団でしょうか。さあ間もなくメインストレート、まずは茂木大輝と小松日高、ここの間隔は変わらずという感じでしょうか。変わりませんね。さあちょっとライトオンで小松日高が通過をしていったようなそんな気がいたします。あでアネチンが今総合3番手だ。そしてここ塩野力也がインサイド、ブルーゼッケン2クラス2クラスの、さあ塩野力也がちょっと苦しい戦い、まあ、しかしこれ同じクラスの車両は近くにはあまりいないような気はするんですけども、さあどうでしょうか。 S 字を抜けて第1ヘアピンに向かっていきます。トップ
ップ3はもうほぼほぼこの感覚でしょう。あとはラップタイムもこの後見ていきたいと思いますけども、さあまずはこの集団ですよね。総合4番手争いは7台ぐらいでしょうかね。さあそれぐらいの集団で今第200位に向かっていきます。さあ黒いボンネットのマシン、さあこれは杉谷だ、杉谷のマシンがこの集団のトップを走行しているようです。しかしその後ろにはもうテールトゥーノーズの状態です。第200位立ち上がりでちょっとラインクロスで今刺されそうな感じ、杉谷。さあその後ろに来ているのはこれ白いマシンですからね、どのマシンでしょうか、ちょっとね分かりにくいですね。椎名一郎でしょうかね。さあ間もなくメインストレートに戻ってくるのはまずはトップ2茂木大輝、そしてアネチンです。さあここは一旦大きな差はないですね、動きはないですね。そして次戻ってくるこの集団です。さあ今まず400塩野が先ですね。塩野、そして赤いマシン岡部幸喜がじわりじわりと順位を上げています。岡部の赤い36あると今1台パスをしていこうというところなんですが、なかなかこれ簡単にはいかないそんな状況です。136号車杉谷とのバトルですね。さあ杉谷、そして岡部と、そして8号車がここに入っているというそういった状況のようです。さあ猪俣正樹だ。さあ猪俣も塩野までの間隔はちょっと遠いですよね。さあまずはこのクラス2位という座を奪っていきたい、そんな感じかもしれません。さあ集団、まあ、トップ数ですね、今 100R を抜けて最終コーナーです。さあちょっとこれ小松が頑張ってますね。さあテールトゥーノーズ、さあその状態で今14番セット上り勾配。さあ今度はこれ1コーナー小松が刺しに行くかもしれないぞ。さあメインストレート戻ってくるぞ。さあ茂木大輝しのぎきれるかどうか。あ、ここはちょっと離されますね。さあ小松のマシンがちょっと追いつけない、かなりいい感じで最終コーナー狙っていったんですが、さあ1コーナーのアプローチライン取りが変わっていきます。茂木大輝はこれラインを潰していくようなライン取り。さあ今 S 字に向かっては小松がテールトゥーノーズピタリとついていく。さあ次は第一ヘアピンへのアプローチ、ブレーキング勝負となりそうですが、スリップ使えるのかどうか。茂木大輝のすぐ後ろ小松日高、さあこれ順位を奪っていく、そんな準備がもう整っている、すごいプレッシャーだ。小松日高第一ヘアピン、テールトゥーノーズ、バンパートゥーバンパー、これぐらいの感覚で今抜けていく。そして第二ヘアピン、ここではまだ仕掛けてはいかないか、いかないですね。そしてそれを見守るアネチンですけども、アネチンのペースはどうだ。21秒8、いや前の2台の方が早いですね。アネチンは単独の3番手になります。そして岡部幸喜が今単独の4番手、そして今 100R から最終コーナーですけども、さあ小松がちょっと離されるような感じ。あー、ちょっと小松はこれライン取り厳しいですね。大きく回っていきます。速度を乗せていこうという感じなのか、ちょっとブレーキングが間に合わなかったのか。さあ茂木大輝がまずは戻ってくる、そして小松日高、さあその間隔は先ほどと同じということになっていきます。1コーナーです。さあここでは茂木大輝は一旦ベストなラインで通過をしていきます。さっきはね、まあ、ブロックラインというかね、そんな感じのラインだったんで、その後の S 字から第一ハイピンだいぶつらかったんでしょうね。さあこのレコードラインを通過をすることによりまして、さあこの赤ホイールの茂木大輝がいい感じで行くんですが、さあ小松が第一ハイピンインサイドに入っていく。しかしここは入りきることはできません。立ち上がり第二ハイピン、ここはちょっと上り勾配ですからね、どうでしょうか。さあ小松はプレッシャーをかけていく。さあ次戻ってくると残り4周でしょうか。今第一ハイピン立ち上がって 110R トップ2です。そして岡部幸喜はもう単独の4番手ぐらいになっているようだ。塩野のポジションはその後ろですね。さあ塩野もこのクラストップはなんとか守りきってはいますが、猪俣正樹もねかなりいいポジションまで来ています。さあメインストレートトップ2が戻ってきますが、間隔は先ほどと同じ。小松はまあ逆に言うとそのプレッシャーをこう与え続けているあたりがタイヤに対するねこうダメージっていうのはないんでしょうかっていうのがちょっと心配になりますよね。さあアネチンは単独で今通過をしていく。さあ岡部幸喜も今通過をしていきます。さあここです、塩野が引っ張っていくこの集団。さあそして猪俣正樹、このブルーのゼッケン同士の間に1台マシンが入っている。さあそのマシンは
杉谷のマシンということになりそうです。さあここのバトルも見逃せない、そういった状況。今 S 字から第2ヘアピン、 第1ヘアピンです、失礼。さあトップのマシンが今第2ヘアピンです。ここも変わりませんが、まあ、小松もどうにかしたいという思いがすごく伝わってきますよね。さあ今第2ヘアピンはこのインのゼブラを結構ね使い込んでいきました。小松日高、岡部幸輝はもう単独の走行に変わっています。そして塩野、杉谷、猪俣という、そういった順番ですけども、猪俣はこれ杉谷のオーバーテイクなかなか難しいみたいですね。なかなか、いや前に出させてほしい、そういった感じなんでしょうね。ラップタイムを見るとやはり早いですね。杉谷が23秒0に対して猪俣が22秒7です。さあでも塩野とはね同じようなラップタイム。さあ小松が1コーナー仕掛けていったぞ。しかし立ち上がりではちょっと小松が遅れていく。しかし速度を乗せられるようなライン取りかもしれません。さあ第1ハイピンに向かっていきますが、ここは一旦仕切り直しということです。残り周回は3周です。さあ10周の決勝は今7周終了、残り3周。さあそろそろというね、そんな感じでしょう。トップ2に関してはもうこれどうですかね、あまりもう動きないかもしれない。さあ茂木大輝がこのままいけるんじゃないかなというね、そんな気はいたします。まあ、あまりこう無理なねライン取りしてないかなと思うんですよね。さあタイヤのマネジメント的には小松がちょっと苦しいかも。そして今第2ハピンを通過をしていくのは2クラスの塩野、そして1クラスの杉谷、そして2クラスの猪俣という横断になります。猪俣のすぐ後ろには47号車が来ています。椎名ですね。ここもこれ2クラスなんだ。2クラスのトップ3の争いがかなり接近戦です。さあメインストレート1コーナーへと向かっていく小松がインサイドにマシンを運んでいくんですが、ここは届きません。プレッシャーのみというところ、残り2周へと変わっていきます。アネチンは単独の3番手、岡部幸輝も単独の4番手です。さあその後ろ塩野がこう引っ張っていくこの4台の集団ですけども、さあ2クラスのトップ塩野、間に1クラスが入りまして、残り2台が2クラスの2番手争いという、そういった状況で今 S 字から第1ヘアピンです。そして今第2ヘアピンのアプローチは1クラスのトップ争い、茂木大輝、そして小松日高というところになります。さあ戻ってくるとファイナルインということですが、さあここはもう仕掛けどころがないのか。小松日高2番手、そして今第2ハピンは塩野力也がなんとかでもないかな、まあ、これぐらいの感覚であれば2クラストップはもう間違いないでしょう。さあしかしその後ろですよね、猪俣とそして椎名のバトル。椎名としてはこのスターティンググリッドというところでいくと猪俣の前だったので、なんとかねこの猪俣の前に戻っていきたい、そんな思いあると思います。さあ今メインストレートを通過をしていく2台のマシン、茂木大輝と小松日高、今ファイナルインとなります。さあアネチンも単独の一人旅、そして岡部幸輝も4番手単独、そして塩野ももう単独に近いか、そんな状況です。さあその後ろでは2クラスの争いも、ここまで来るともうだいぶ間隔広がりましたね。疲れ切ってしまったんでしょうか、ペースが上がっていきません。もうバトルができるような状態ではない。さあ今第1ヘアピンから第2ヘアピンに向かっていく、ここ茂木大輝、そして小松日高、もうこの感覚はもうね仕掛けられる感覚ではないですね。これで小松が行くようだとちょっとね大きなタイムロス、アネチンにこの2番手をね譲ってしまうことになる、それぐらいのねタイムロスになると思いますよ。さあ今 100R から最終コーナーです。茂木大輝が通過、小松日高も今通過。小松のライン取りの方がちょっとコンパクトかもしれません。さあ今 14% 立ち上がりまして、メインストレート茂木大輝がトップで戻ってくるかどうか。さあ今2023年の開幕戦、まずは茂木大輝がポールトゥーウィン、小松日高2番手、そしてアネチンが3番手チェッカーとなります。岡部幸輝が今戻ってきまして、その後ろ塩野力也も続いてくる。さあ塩野も今チェッカーフラッグを受けていきます。さあ椎名もその前に杉谷ですね、杉谷が受けていきまして、椎名が前ですね、猪俣がその後ろのチェッカーに変わっていました。
や猪俣もね、あの後半で椎名に順位をね渡してしまう結果になったようですね。さあこれで全車チェッカーとなったようです。Wait. Ah!